はい、てなわけでね、今日はコロナウイルスとオーストラリア留学の関係性というか、まあ、影響について簡単に話したいと思います。っていうのもみんなからね、最近よく質問をいただきますと。やっぱみんなね不安なんでしょう。まあオーストラリア留学大丈夫ですかねと、こんなにウイルスが流行ってきてみたいなことですよね。で、これ結論から言いますと影響は、出ると思います。というかもう出てるので。というのも、まあ、どこまでみんなが調べて知っとるかは分からんけど、もうねだいぶ前からオーストラリアは中国からの入国は禁止にしてるんですよ。だいぶ前ってね、確か2月の1日からやったと思うけど、もう結構さっきじゃん、1ヶ月ぐらい前じゃんから入国禁止にしてるよね。で、中国経由の飛行機とかでもダメなんよね、うん、っていうような対策をしてる国なので、それだけ自分の国の、まあ、安全みたいなところにシビアに向き合っているというような現状だよね。で、今のところ日本からオーストラリアは、まあ、大丈夫なんですけど、今週の初め日曜日やったかなに、日本への警戒レベルも、レベル1から2に上がってるんですね。で、これ警戒レベルって全部で4まであって、イスラエルとかあとまあ他の国もあるんやけど、そういった国では日本ってもう警戒レベル4で、つまり入国禁止ね、日本からの渡航は入国禁止なんですよっていう風になっとるというような状況があるんですね。なんで、まあ世界流行、大流行になることをパンデミックってこっちでは言ってて、ニュースとかでももうパンデミック秒読みだねみたいな感じで流れておる。まあ日本のニュースがちょっとどれぐらいな感じで放送されておくかは知らんけど、まあ専門家の人たちがもうパンデミックになるよみたいに言われてるんですよ。ということは入国禁止とかのね措置も早かったオーストラリアですので、他の国たちと同じように日本への警戒レベルが4になったら、留学だろうとなんだろうと入国ができなくなるということで、影響がまああるよねと、可能性としてよ、可能性として変にねみんなの不安を煽ってるわけじゃないよ。むしろその無駄な不安というか、無駄な不安っていうとまだちょっと語弊があるかもしれんけど、不安を持つ場所ってのを分けた方がいいと思う。みんなさ、コロナウイルス大丈夫ですかねとか、どうですかねみたいな風に言ってくるけど、それってさ、俺が聞かれても到底わからんことやん。そんな専門家ですらわからないようなことやん。これからね、どうなるのかなんて。そしてましてや国の対応なんかも政策なんかも僕にはわからないことですよね。で、みんなもそこはね、わかんないところなんですよ。つまり自分ではどうにもできないところに不安を感じても、それってストレスにしかならんけん。そうじゃなくって、自分でできることとできないことの線引きをして、ストレスを減らした方が俺はいいと思う。つまり、できること、ね、そっちを考えることによって、不安をさ、ちょっと減少、うん、させたらいいやん。例えばさ、まあこういう情報を得るってことだよね。やけんもう この僕が今話してることだってさ、もうすげえ端折って伝えてるわけでさ、もっと細かいことがいっぱいあるわけよ。で、僕が、手に入れられる情報ってのはみんなも手に入るわけで、英語だけじゃないよ。英語の部分で難しいってのもあるかもしれんけど、日本のね、オーストラリアの領事館のさホームページとか行ったりとか、日本語で書いてあるところもいっぱいあると。で、そういった正しい情報を得るってこと、こんなね、ウェピーのね動画のこれをまだ鵜呑みにしちゃダメなんよ。俺なんかの言うことは専門家でも何でも言うけん鼻くそレベルなんで、こういうのはまあなんとなくこんなこと言ってたなぐらいにして、自分で行くと、正しい情報を取りに行く。で、大事なのが それだよね、正しい、情報を得ると。で、もう一個がその情報をアップデートし続けるってことやね。このオーストラリアのね、中国の入国禁止もう2月1日に発表されて、大体15日とか、まあ、詳しく分からんけど、そんぐらいで終わりにするよって言ってたのが、今のところ29日まで
ってなっとるよね。引き伸ばされていきよるってこと。毎回毎回その、情報っていうのはアップデートされていってるんで、それもあのきちんと自分の方でやるということやね。なのでそういったところで、自分にできることはどんどんやっていくと、うん、いうことで、まあみんながねあの抱えている不安も少しはあの小さくすることができるんじゃないかなと思っております。でもちろん僕で答えられることがあれば答えますしね、うん、ということで、まあ本当簡単にでしたけれども、コロナウイルスとオーストラリアのことについてちょっと話してみました。それでは皆さんさようなら。地域で切り開くハーモニー。